ちょっととろみもあって、うん、見た目はマヨネーズですね。味もマヨネーズですね。大谷由美子のびっくり箱の時間です。今年は国際雑穀年、世界中で雑穀にまつわるイベントが開催されています。輝く食、輝く私、輝く世界、未来食つぶつぶを提案している大谷由美子です。この番組ではゲストと一緒に世界最先端グルメ雑穀料理を皆さんに紹介したいと思っています。今日のゲストは日本型経営を実現している赤尾アルミの会長、そしてサンセットのアドバイザーでもある赤尾由美さんです。ようこそ。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、ちょっと打ち合わせしてるだけでもなんか話が尽きない、はい、あの赤尾さんですが、はい、今日のテーマは雑穀料理をね食べていただいて、はい、皆さんにね、まだまだ雑穀って知らない方ね、ご飯に入れるしかわからない方にこんなに雑穀って美味しくて、こんなに食材としての可能性があって、こんな面白いんだよってことを知ってもらう、そのためには、はい、もういつもいろんなことを発信している、はい、私と気持ちの合う方に来てもらって、はい、そしてその一緒に食べてもらいながら、その感動を、皆さんは食べられなくて残念ですが、もう美味しい美味しいと言いながら食べて知ってもらう、はい、ということを企画したんですね、はい、今日はどれが雑穀だと思いますか。ちょっとあの玉ねぎとインゲンとマヨネーズがかかってるので、どれが雑穀なのかなと思ったんですけど、じゃあインゲンじゃないことは確かでしょ、はいはいはい、玉ねぎじゃないことも確かだとすると、はい、実はこのマヨネーズが雑穀でできてるんですよ。なんとね、はい、じゃあちょっと食べてみて、まずは食べてみようか、はいはい、ありがとうございます、うん、まず食べてもらって、はい、種明かしを。まずはでもこうちょっととろみもあって、うん、見た目はマヨネーズですね。そう、じゃあ食べてみよう。味もマヨネーズですね。味もマヨネーズでしょ、はい、酸味もあるし、うん、そうなんだ。あとあれですね、つぶつぶ感がないので、ないの、びっくりでしょ、はい、これって実はたった一つの材料でできてるんですよ。それも雑穀、はい、じゃあちょっと見せるね、はいはい、これ冷え粉って言って、はい、冷えって言うとなんかね貧しそうなイメージだけど、本当はすごい体温める素晴らしい食材で、はい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 、こんな粒です。で日本発祥、日本の縄文発祥だと言われている、はい、インドでも北の方では食べられてる、このこれをですね粉にすると、はい、こんなミルクになるんですよ。あ、おすりつぶす感じですか。うんうん、あの製粉機というやっぱりさすがに、はいはいはい、でもミルとかでも、なるほどなるほど、こんなにすごい細かい粉になるでしょ、はい、これを水で煮るだけなの。え、くるくるくるって、そうすると水で煮ると、はい、なんとね最初ホワイトソースになるんですよ。はい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 、くるくるって、はいはい、で塩ちょっと足すと、うん、だからシチューとか何でもできるんだけど、はい、そうですね、まあ、水加減によってマヨネーズ硬さになる配分に、うん、でこれを煮るでしょ、うん、そして出来上がったところに菜種油とレモン、うん、あーレモンですか。そうするとマヨネーズになっちゃう。だから3分でできる、この酸味はレモンだったんですけど、そうそう、全然感じないでしょ。レモンの風味っていうよりは本当にこう、うんうんうん、マヨネーズの酸味ですよね。そう、お酢でもお酢みたいに強くないから、かえってさっぱり、うん、不思議でしょ。雑穀すごくないですか。不思議です。このとろみもだから自然に出てくるわけですね。これがご飯ももちもちするじゃないですか。とろみってね、うんうん、結構エネルギー的には見えない世界からのすごいエネルギーを運ぶお知らせですか。そうそうそう、だからよくネバネバのものがいいって言うじゃないですか、はいはいはい、で植物の中にも必ずとろっとしたの入ってるじゃないですか、うんうんうん、で特に自然薯は体にいいとか、とろっとしたものっていいでしょ、うんうんうん、あのとろっていうのがね、うん、すごい宇宙的にはなるほど重要なもので、だから穀物って全部こうやって煮るととろみが出てくるんですね、うんうん、でその中でも冷えはすごい固まる性質が強くて簡単に煮えて、で炊くのも簡単で、日本の東日本東北では、はい、もうまあ寒いこともあるし、はいはい、お米がそう取れなかったから、はい、もう昭和40年代まで冷え飯っていうのを食べて、ご飯に混ぜるんですか。いやいや、冷えだけですか。冷えだけ、冷えってすごく炊きたては美味しいんだけど、はいはい、まあ、ずっと美味しいんだけどちょっとか、うん、すごいエネルギー高くて硬くなっちゃうんですよね。それで東北の人は、うん、かぐら飯って言って、はい、この冷えとろ、うん、自然薯を冷えご飯にかけると、はい、ちょうどこのホロホロしたところ、はいはい、パタパタしたところがとろろでなるって言って、だからこんな粉でねマヨネーズは作ってなかったと思うんだけど確かに確かに
でもやっぱりそのねとろみを利用したりっていうことだったんですよね、うんうん、でもある時玄米粉があるなら玄米粉でシチューとか作ってたことがあったんだけど、うんうんうん、じゃあ冷え粉でやったら冷え粉の方がもっと密度が濃くて美味しいものができたんで、うん、でもこれマヨネーズになるんじゃないってやってみたらああマヨネーズって感じで、ちょっとあの若い人とかうちの26の息子と23の娘がやっぱりこうこってりしたもの好きなので、うんうん、マヨネーズやっぱり大好きなんですよ。そうそうそう、だけども私は、まあ、若いからまだ大丈夫かななんて思って見てるんですけど、うん、ね、見て見てでこれをこうやって入れて今ほら器売ってるじゃないですか、はい、でこれをピューとかやると全然わかんないじゃないですか、はい、ほらそれでお好み焼きでもなんでもそうですね、ほらこんな感じ。うわ本当だ、いいでしょ、すごいですね。そうなんですよ、いやだからあの見た目もさることながらやっぱり味ですよね、うん、そう雑穀をね使うと、はい、まがいものじゃない味になるんですよ。そう確かに、なんかなんちゃってじゃないですね。そうそうそう、だから、ね、卵使っちゃいけないからなんかマヨネーズに似せてくりましたみたいにはならないの、うんうんうんね、本気を超えちゃうの。うわ確かにだから臭みとかなかったり、やっぱり、まあ、これを食べ続けてると本当のマヨネーズ食べると臭く感じるとかそういうことがある。なるほど、うん、だから敏感になるっていうか。でよくそのかけてみますか、カロリーを気にしてる方なんかはあのカロリーハーフみたいなのも売ってるじゃないですか。でもそんなことするよ、でも、ね、するよりはこれいいでしょ、こちらの方が。でこういう風になると思えば本当にね 28g でこれくらいできちゃうんですよ、うんうん、あ増える、だいぶ増えますね。穀物ってほら増えるじゃないですか、ご飯も、まあ、水入れそう。だからすごいご飯と競うとこの冷えの粒高いなとか思うんじゃないですか。だけど冷え粉が 28g、 よく1袋で売ってるんだけどそれの4分の1くらいあるとこんだけできちゃうとしたら、はい、安いですよね。そうですね、そうですね、そう。だから食材としてね、あよかったら権限、はい、食材として雑穀を使ってもらうってい う、ね、私はちょうどすごい結構ヒット商品を作ってるデザイナーだったですね、26で、はい、そうは言ってもちっちゃな会社を起こしてですね。お洋服のですか、うん、あの企画、いろんな商品の企画デザインをするようなあの会社だったんだけど、はいはい、でなんか女性の意見を聞くのが流行った頃に、はい、ちょうどデビューしたから、はい、意外とちょうど高度成長バブルの頃でどんどん仕事が来る女性の意見をみたいな感じで、うん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 、で結構私が企画したりデザインしたものが、うん、特に最初ステーショナリーメーカーに入ったんだけど、はいはい、なんか同じ用途で、はい、同じコストのものなのに、うんうん、そのデザインが違うだけで100倍1軒の店で売れたりするんですよ、うんうんうん、とそうですね、これってすごいなと思ったのね、うんうん、だってすごいじゃない、全くゼロの価値を100倍売れるんだと、うん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 ね、私はこれを仕事にすれば、うんうんうん、無から有を生むわけだから、うんうんうん、これを仕事にしていこう、そしたら独立できると思って、うんうん、3年弱で会社辞めて、はい、企画デザイン会社を作って、そうなんですか、うん、でまあまあそういう商品の開発とかにお手伝いしてたんですけど、自分の消滅がゴールの人生ってなんだろうみたいなのはちっちゃい頃からあって、すごくなんか考えてますね、はい、だからなんかこの世界がなんであるのか知りたいとかをずっと思って、はい、いろんなことをしてたらなんか雑穀にあったんですよ、突然30歳の時に。本当に食いしん坊で、その頃は鋼鉄の胃袋で何食べても元気だったので鋼鉄の胃袋それでだからもういろんな世界中食べ歩いてはその、ね、うん、サーロインステーキ八王子平気とか、うーん、こう、ね、ビーフシチューパエリアみたいに本場に行ったりとかしてたから、う、そうは言っても穀物と塩と水と野菜、うんうんうん、無理無理って思ったんですよ、うんうんうん、そんな生活で食べ私が満足できるはずないと思った頃にちょうどお店で雑穀が売っていて、うんうん、あれこれ何って言ったらお米の仲間ですよって言って、お米にこんな仲間があってこんな色、だとしたらもしかして楽しいかもと言って、うん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 、でその買ってきたけどやり方も分かんないから、はいはいはい、試行錯誤で、でいろいろやってるうちに、はい、あれこの冷えって昔の炊き方をいろいろ調べたりして、うんうん、あなんかかき混ぜながら炊いてたんだね、うんうんうん、あなんか全然美味しいじゃんみたいなことをやって、うんうんうん、でそのなんかでこれを粉にして、はい、玄米粉でシチューができるとしたら、うんうんうん、そんなことを繰り返してるうちに、うんうんうん、いろんな料理が次々できて、卵なくてもひき肉なくてもチーズなくても、うん、神様って面白いとか思って、うんうんうん、あとは楽しくてしょうがないので次々とやっちゃったみたいな。あれですね、誰かから教わったっていうことではなく、うんうん、ご自身がもう本当試行錯誤されてっていう、うんうん、でも一応いろんな自然食の料理教室に行っては、はい、全く知らないから、うんうん、これは面倒くさすぎてやらないんだとか、うんうん、この仕組みじゃ美味しくできないとか、ここまで美味しいのになんで薄めちゃうのかなとか、なるほど、でだからそういう中から骨を掴んで、はい、であと日本の食生活全集っていう素晴らしい本が今も50巻あるんですけど、
それがちょうど10巻ぐらい出てたのは、うん、あんまりにも知らないから調べようと思って、うんうん、それ素晴らしいですよ。今能文教がもう無料で見れるんですね、検索で。で日本の48都道府県を全部4地域に分けて、うんうん、全然同じ県でも違うから、うん、そして大体1年間に行事的に何食べてたか、うん、普段何食べてて、うん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 、っていうような生活のことを全部、今生きてれば150歳みたいな人にひたすら何年もかけてみんながチームで気が気したものを本にしたっていうのがあるんですよ。素晴らしい、素晴らしいじゃん、ね、本当にもっと紹介したいと思うんだけど、うんうんうん、それを私は最初はその頃まだ私が気が付いた時は10巻ぐらいしかなかったけど、はい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 、それ全部取り寄せて、もうひたすら気が早いから、うん、ブルドーザー読みって言ってですね、はい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 、並べて1月は何食べて、あるいは、ね、はいはいはい、いつどうやって主食は何だってずっと読んでってたら、うん、ああこれが骨なんだっていうことが分かって、 でもだからといってご飯と味噌汁と漬物じゃみんな暴動が起きちゃうな、うんうんうん、じゃあ私の出番だっていうのと、う研究してる間に、はい、いろんな雑穀を炊いたらさっき言ったように、うん、あなんかクリームになるとか、うん、また後でもね紹介しますけど、はい、中国でコーリャンって言ってる高きびは、うん、あれ炊いたちょっとひき肉みたい、ご飯としても美味しいけど、これでハンバーグ作ろうみたいなものが、次々あこれチーズになるんじゃんみたいなことが出てきて、じゃあこれご自身の舌がすごいなんかやっぱり敏感というかちゃんとあれですよね、なんかね一つ見たらなんかいろいろ考えたく、なんかいっぺんにピューって考えちゃうっていう性格で、で普通の企画だと会社でやると会社の都合でいい案でも通らなかったり、あとは長年過去があったり社内的な問題があって、お金はくれるんだけど実現しない企画もすごく多かったですね。なんか料理ってやれば答えが出てすぐ美味しくて、なんか好きなだけデザインして、じゃあ宇宙をスポンサーに私はこれをやるんだっていうことを考えて、なんかこう想像するっていうことではやっぱデザイナーの仕事なんですね、なんかね。あそうそうそう、 はい、あとはデザインっていうのがビジュアルだけじゃなくて味っていうのがね、やっぱりこれ全部見るって振動なんですよね。だからこの振動を緑とか見てるわけじゃないです、はいはいはい、でも実は味も振動なんですね、はいはいはい、だから結局歯ごたえとか舌触りとかそういうものも全部ビジュアルで一緒なんですよ、うん、なるほど、そうだからそれが分かって、味もデザインそうそう味もビジュアル、噛んだ時のね音もそうだし、でなんかそれがねなんか掴めるっていう、なんか搭載してきたみたい、その役だからすごいその役だからそれを搭載してきたみたい、なるほどなるほどあとやっぱり発想があれですよね、本当に何か一つを見て10発想出るっていう、うん、発想力が、それとね、あの本当に食いしん坊だったんで、はい、私は最初はマヨネーズでこんな気持ち悪いも食べられないと思って、うん、でもだんだん慣れてみんなマヨネーズ、うん、みんなそんなにマヨネーズ食べたいんだとしたら、うん、やっぱりマヨネーズ作ってあげたいという愛情もあって、でマヨネーズマヨネーズと思ってたら家でやれるんじゃないかってやったら、あ本当だみたいになったりとか、うんうん、じゃああれですね、やっぱりこう皆さんの好みにも寄せることができるし、そうだからすごくいいんですよ、はい、もうみんなが食べたいような、はい、本当にだから最初の頃はハンバーガーね、うん、こう反対ばっかりしないでハンバーガー自分たちのハンバーガー作ればいいじゃないかとか、うんうん、ね、シェイク自分たちの砂糖なしシェイク作ればいいじゃないかとか、うんうんうん、こうやって、うん、もうナゲットも作る、最初はそういうとこから入った、ナゲットもう絶対わからないナゲット、もう本当にナゲットですみたいなのを作ったりとか、こうしてどんどんこう最初はそっちから入った、なるほどですね、子供のやっぱりね食べてもらって、そう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 初めてスタートですからね、そうそうそう、だからどんなに、ね、正しくても食べなきゃダメなんで、面白がって食べられてわーって食べられて、うん、で心が広がるっていうようなもんじゃないとどうにもならないから、うんうんうん、そういう料理だけを作ろうと思って、うんうん、でもそれとは全然別にその日本の食生活伝習で教わったシンプルな食、うんうん、これこそが土台として必要だってことも分かって、だからその両極を教えてる、なるほどですね、なんか本当これって料理っていうの混ぜただけみたいだけど美味しいみたいなものをいっぱい教えて、はいはいはい、基本を教えつつ、はい、でも遊びたいよね、うん、ナゲットとか、うん、遊びたいよねアイスとかっていう、うんうん、どのニーズにもお答えします、なるほどですねあと料理すごい好きで、はい、凝りたい人も、うん、もう料理もう最低限やれればいいって人にも対応できるっていう、うん、じゃあこう難しいあの手の込んだのもできるんですね、そうそう、なるほど、混もうと思えばいくらでも、なるほどなるほど、で今はねパンの本当に混ぜるだけで練らずにできるパンの本っていうのもできて、うん、本当に凝っていくとなんか本当にできるんですよ最近です、うん、こんなケーキ何て言うのスポンジケーキまでできるようになっちゃった、うわすごいそうスポンジケーキの回は結構ヒットしている今言ってるけど、今までやっぱりねスポンジだけは卵ないとできなかったんだけど、はい、それもできるようになったりして、すごいですね、っていうようなことをやって、
ちょっと上から教えてもらってる感じですね。そうそう、だから思ったんですよ、私ある時、はい、知らない、本当に山の中にこもって、はい、もうそのデザインやったけど、これじゃおかしいな、もう本当に私は食のことで分かったから、うん、食生活全集で分かったから、そういう暮らしをしてみよう、うん、もう自然が残ってるけれども人間はいない場所に行って、本当に自然とだけ向き合って生きてみようとかって言って、はいはいはい、バーッと行ったんですよ、うん、でそこでほとんど子供もいっぱいいたので、うん、ほとんどなんて一生懸命振り回してこういうの、うん、本当にね見てると手が勝手に止まるんですよ、うん、すごだから最初はねレシピ作り大変だった。だってこうやってやってってちょうどいいんですよ、だから書かれないのにとりあえず2人分とか言う、え2人分ですかみたいな、だからそれをレシピに下ろすのは結構な作業だった、うん、なるほどですね、うん、それで分かったの、だんだん私料理してる間に一人で生きてるんじゃないっていう、私だけど私じゃないし、うん、でも大きな私みたいなのがなんか言葉にできないけど、うん、なんかつかめてきて、だから言った通りになるみたいなこと、すごいですね、もう手が止まるってそれはねやってみない限り分かんないけど、うん、本当にだから見てるとちょうどいいだけしか入れないんですよ、小人の靴屋じゃないけど誰やってんのみたいな、こうやってこうやって抑える別の手がそう、それで例えばその味にして、はい、ああすごいできたできた、この味おいしいとか言うとね、おい、うん、しいおいしいおいしいっていうのが伝達されていくんですよ、どっかに、はいはいはい、あーって、そしておいしいんだねおいしいんだねおいしいんだねって子玉のように帰ってくるんですよ、うんうん、あれ誰これどこに行ってんのみたいな、だからあ私端末なんじゃんみたいな、あホストコンピューターいるんじゃんこっちにね、そうそうそう、だからなんかそういう感じが分かって、でもあれですね、国際雑穀年っていうことはなんかやっぱり FAO が、ああそうなんですか、そうだからあんま信じてないけどでなんかなんでそんな、なんか大体国際ってつくものはあのね、あのよくないものが推進するのに、なんでこれほらなんか国際先住民年とか、あれ結局そういう目くらましですよ、そうですそうです、で、ね、キヌア年とかそうやってやってなんか先住民も立てて女性なんとかとか、だからそんなにそれは信じてないんだけど、でもまあせっかくだから使ってあげる、そうですよねチャンスとして使ってあげようみたいな感じですね、はいはいはい、だいたいね国際ってつくとねろくでもないですもんね、そうそうそう、だから中身はね、ね、で日本政府は全く何もしてないから、だから逆にいいから国際学年って言ってこうやってれば、ね、なんかかんかでなるかなって思って、ね、いや使えるものは何でも使った方がいいですよね、そうそうそう、本当にね、敵対してもしょうがないんで、で別にその職員だって別に悪いと思って、うんうん、それぞれは知らずにやってるわけだから、そうです、まあ、あんまり気にせず、使えるとこは使って楽しくやろうかなみたいな、はいでそれもね、雑穀年自体が実現したのがこの雑穀研究50年っていう木又先生って素晴らしい方がいて、うん、その人の出会いもあっていろいろ雑穀知れたし、今もその人素晴らしいんです、その人が私たちちょうどその先生に雑穀のことそんなにやってるならインドにすごい研究所があるから行ってきたらって言われて、うん、紹介してもらってインドツアーをしたんですよ、うん、雑穀交流ツアーっていうのを、はい、普通ならできないのに先生がいたおかげで、うん、でその頃にちょうど先生がインドを研究してて、でインドのシタラム博士と一緒に、うん、インド政府経由で国連に提案したの、1997年に、それが今だから26年後、そういうことですよね、うんうん、あとさっきおっしゃってたの 本ですよね、あれはもうネットで調べられるんですか、あで日本の食生活全集の文教型してて、でそれもただで読めるので、気合がいりますよ、読むにはね、私はその頃知らないから10巻揃えて、そのうち出れば買い、出れば買いしてやってて、まあ、そしたらそこに卵のタヌジもないっていうことが分かったりして、なんか卵は昔から食べてたのかと思ったんですけど違うんですね、でもいろいろ歴史調べると本当に明治になって日本を旅したイザベラ・バードっていう人が、あの人が日本を旅した時にもう日本って素晴らしいけど何が困ったかっていうと、鶏を食べるために売ってくれって言うとみんなが泣いて嫌がる、ペットだから、である時お金弾むから売ってくれって言って買ってきたら、その女性がやっぱりそんなことできないっつってお金返すからって走ってきたとか、あ明治になってもですよ、だからそういう日本人そういう感覚なんですよ、ペットの、ね、だって猫食べないでしょ、あそうですよねだって明治にね、あの彼の明治三十何年になっても、うん、ちょっと前ですよ、ちょっと前、ちょっと前でしょ、ね、ちょっと前までそうだったのに本当に嘘ばっかり、でもそういうのを一生懸命ね表に出そうとして書かれる人もいても、やっぱりマスコミはそういうのにしないから、うんうんうん、まあ西の方九州とか行くとやっぱりそっち側の人も結構入ってきてたから、うんうんうん、意外と
鳥みたいなのもあったりするけど、でも日本全国見るとほぼないし、うん、やっぱり穀物中心にね、あと野生をちょっとでと味噌とで全然栄養は足りてたんですよね。あとはちょっとイワナ取ったりとか ね、でもそれであれ栄養足りるほど取れないわけで、そうですよね。でも基本的には本当、ね、穀物とあと味噌と、そうだってそしたら全然保存は効くし ね、冷蔵庫もいらなくて生きていけて、 でこんなちょっとあれば一品になっちゃうんですよ。こんな文化をねぶん投げちゃうって40年ぐらいでね。やはりなんかあのついこの間もあの YouTube でいろんな今古い動画とか出てるじゃないですか。あれ見てたら昭和本当に40年ぐらいですか、まあ、私、うんうんうん、昭和40年生まれなんでちょうど私が生まれた頃の動画で各地域は本当古めかしい生活をしてるんですよ。そのなんか取材した動画がバーって映ってて、本当どこの少数民族だろうっていうような暮らしで、栃木県の足利っていうところで育ったけど、そうなんですか、うん、うち足利工場ありますよ。あ、そうなんですか、びっくり。でそこから母親の実家、まあ、そこは一応町場だったんだけど、うんうん、母親の実家が農家だったんですね、うんうんうん、まあ、車で20分、昔は歩いて行ってたらしいんだけど、うんうん、そこに行くと農家だったから、もうほとんどトイレだって外だったし、かまどだったし、うんうんうん、あの納屋には牛がもーとかいて、うんうんうん、手耕してたりとか、あとボットンでこう小屋桶担いだりとか、もうそういうんでしたよ、うん、だからそういうの私見てた、そのかまどでおばちゃんたちがこういや本当本当こうね、本当つい何十年前の話なんですよね。そうそう、もうぜひもう一つぐらいどうですか。そうですね、もうだから私も今日伺ってて、簡単で美味しいっていうのがすごいことですよね。そうそうそう、だから、はい、あの実はね、先週まで矢作直樹先生に見てもらったんだけど、はい、もういやこれは美味しい、これもうすごかったよ、乗り出して食べてみたんでやっぱり本物の人がね、そこまで本気で食べてくれるってなんて嬉しいんだろうなって思って、はい、八木先生とは私はあの12年ぐらい一緒に仕事してるんですけども。そうなんですか。あれなんですよ、男性ですけど割と食はそんなに多い方じゃないんですよね、普段はね、うんうんうん、そうですね、夕食も食べなかったりとか、うんうん、まあまあ、玄米中心にみたいな感じなんですけど、うんうん、なのでそんな前のめりで食べるっていうのすごい珍しいですよやっぱりね、あの映像の関係があるから、うんうんうん、あんまりちょっと盛るとまずいので、はいはいはい、ある料理をもう20個ぐらい並べたんですね。で、あと他の料理もこうキャセロールいっぱいとか、はいはいはい、もうほとんど食べました。そんな全部食べなくてもよかったのに止まらないみたいな。持って帰っていいですかみたいなぐらいまでなって止まらなかったですね。だからそれが私がね、本能に響く美味しさって言ってるんだけど、ああ美味しいんだねじゃなくてね、うんうん、もう本当にね。こういう風になっちゃうんですよ、うん、しかもこうね、なんかこう、そう、それで前のめりで前のめりでもう食べたら次手が出ちゃうみたいな料理が日本の料理なんですよ、うんうんうん、本当のその砂糖とか変なもの使わない料理、くどくもない料理、うんうん、今のは別の意味で中毒性があるから手が伸びちゃうとか習慣化しちゃうっていうのがね、最近のこのいろんな問題ですけど、だから食べ止まらないんですよ、うん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 、だからいつもなんか、なんて食べたすぐからこうお腹空いてるみたいなね、うんうん、満足感が得られないんですよね、うんうん、そういうなんかいろんな添加物とか多いような、そう考えたの、何から食べてもらったらね、赤尾さん驚かせるかと、いやいやもうこれ結構もうびっくりですびっくりでしょ、しかも簡単という、そう、はい、ぜひ YouTube でもう公開してるんですよ、はい、作り方、はいはいはい、あ、そうなんですね、うん、でもね、冷えとか言うとね、みんな引いちゃうからね、はい、魔法の粉、なるほど、魔法の粉で、魔法の粉って言ってしてるので、はいはいはい、ぜひぜひやってみてください。作ります、はい、いや嬉しいです。でもね、食のことも結構やってこられたんですよね。いや、あの私自身はもうすごくあの忙しくドタバタ製造業で働いてきたので全然料理しないんですよ。でその代わりにあの子供たちは自分で作るようになりました。あ、いいですねなの で来週はまた、はいはい、あのもうちょっとその辺のこともお聞かせいただきながら、はいはい、次なる料理を食べていただきたいと思うので、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。